ベントレイ T1 の4ドアサルン T シリーズは、ベントレイが1965年から1980年に製造した常用自動車である。S タイプの兄弟車であったロールスロイスシルバークラウドが1965年にロールスロイスシルバーシャドウにモデルチェンジしたのと並行し、ベントレイブランドは T シリーズに移行した。S タイプまでロールスロイスブランドより、 ベントレイブランドの方が生産台数は多かったが、近代的な車種を持つロールスロイスシルバーシャドウが先進的なセダンとして生産2万4000台を超える人気になったのに対し、T シリーズはマイナーブランドとして細々とした生産に止まった。コーチビルドボディも設定されてはいたが、近代化されたボディのせいでコーチビルダーが工夫する余地は少なく、 スタンダードボディに非常に似てしまい単に極めて高価で、あるだけになってしまったためほとんど注文は入らなかった。生産台数は、ショートホイールベースのサルーン1703台、ロングホイールベースのサルーン9台、HJ、ミュリナーパークウォード製2ドアサルーンが98台、ドロップヘッドクーペンが41台。 ジェームズ・ヤング製にドアサルーンが15台。1968年にピニファリーナが1台にドアサルーンを製造したがこれは事実上クーペであり、後にロールス・ロイス・カマルグの原型になった。1971年3月、H.J. ミュリナー・パークボード製の2ドアサルーンとドロップヘッドクーペは後に高日誌として独立車種扱いとなった。 1977年春に各部を改良して T2 となった。主な改良点はパワーステアリングがローバー3500と同様のバーマン製ダックピニオン式となったこと、それまで台米輸出用だったポリウレタンバリオー型バンパーが標準化されその下にロールスロイスカマルグで実効性が確認されたスポイラーがついたこと、室内デザインを全面的に変更したこと、 ロールスロイスカマルグと共通のエアコンディショナーが標準装備されたことである。コーチビルドボディは製造されなかった。1980年に兄弟車ロールスロイスシルバーシャドウのロールスロイスシルバースピリットへのモデルチェンジに伴いミュルザンヌにモデルチェンジした。ありがとうございます。